本日のライデル、言うことないわ。今回のライデル、神宮では乱闘騒ぎの支柱を与えてしまったライデル。しかし、本日の阪神戦では、圧巻の投球を披露していた。最終回を17球で投げ切り、支柱も出さず1奪三振で終了させた。この調子で、再びタイトルを狙う。投げる前から帰ってる阪神ファンいるのくさ。あんな絶望演出見せられたらね。何があってもファンはライデルを信用している。なんかあれば淳と大西が守ってくれるわ。中日は岩瀬以降、守護神の固定に苦しんできた。それがようやく定着してきたんやぞ。本拠地のライデルは安心して見られる。名古屋で投入するライデルは本物なんよ。今の阪神打線が守護神を攻略できんやろ。安定の絶望登場演出が凄まじいな。9回リードのライデルはマジ。今季も告知の影響で荒れてるけど、本調子になれば神だよ。足に当たってたよね。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。